はい、皆さん、こんにちは。本日ね、この動画を撮っているのは3月17日、17日の日曜日に撮っております。えー、この動画の、ね、配信自体はもしかしたら、えー、翌日の月曜日に上げるかちょっと、ね、迷ってるんですけども、いずれにしてもね、えー、この動画は、えー、今現在、えー、17日の日曜日の午後に撮っております。というのもですね、今、えー、朝方早くにね、えー、共同通信があるニュースをさらっと出してたんですね。 でね、ニュースの中身としてはね結構ね「ええー、っていうような話題なんだけど共同ニュース自体はさらっと出してちょこちょこっと出してるんですね。なので皆さんにおきましてはどうでしょうか日曜日の朝早く出ていたんですけども結構見逃してる方もおられるのではないかと思ってね私もこの話をしようと思いました。というのも今言ったようにですね この話、さらっと言われてるんだけども、結構ね、奥深い話だなというようなことで、私は読まさせてもらいました。またね、皆さんの感想等もお聞かせ願えればなという話です。話に関しては、平成時代の話、えー、平成時代に入ってからですね、1998年、えー、当時の天皇皇后両陛下、今現在の上皇ご夫妻がイギリスを訪問されましたと、その時の話です。ぜ、え、ひ、ー、ね、最後までご覧ください。 はい、えー、今ね、言いましたように、えー、この、えー、話に関しては、えー、日曜日の、ね、朝早く出ておりましたけども、共同通信がね、もう本当、さらっと出してたんですよね。でさらっと出してるがゆえにね、読み過ごしちゃうような話なんだけど、よくよく読んでいくと、これってね、やっぱりね、いろんなことをまあ、見てこだと思いますけども、画策していたのではないか。まあくまで想像ですけどね、そういったようなことは容易に想像できるような記事だと思います。はい。で、どういった内容かというと、 先ほど言いました通り平成時代に入ってですね1998年、えー、まあ今からもう26年ぐらい前なんで皆さんも記憶がだいぶね薄れてきておられる方もいると思いますけどいずれにしてもねこの98年に当時の天皇皇后両陛下がイギリスをご訪問されましたそして特にですねエリザベス女王といろいろな話をしたという中でまあその時の話なんですけどね それに伴ってですね昨日16日にある、ね、機密文書が解除されましたということでこの機密文書の内容がえー、そうなんだっていうような話なわけですね。でですねこれどういったような話かというと今言いましたように16日に機密解除されたその文書というのがイギリスの国立公文書館の文書だったらしいんですね。で、えー、まあその内容によると まあ今現在の上皇陛下においては過去に何度かイギリスを訪問していたんですけども他の皇族の方々のように親密な関係を築けていないそういったようなことを懸念していた、まあ、そういった文章が、ね、あからさまになったわけです。でですね、具体的に言うと、えー、この今、黒板でお書,き、ね、お書いた通おり、まあ、2行目にありますけどもイギリスの外務省高官だったこのデビット・ライトさん っていう方がいるんですけども、えー、この人が、えー、その2000、1994年にジョンボイド、まあ当時のですね、中日のイギリスの大使に送ったような書簡があったらしいんですね。それが今回暴露されたというような話です。で、これどういった話かというと、この今言ったね、このライト氏が何を言ってたかというとね、えー、当時の、えー、そのイギリスのね、中イギリスの、えー、講師だった沼田貞、えー、明さん。 ご夫妻の今言ったようなね、えーまあ、当時の天皇皇后両陛下ですよ今現在の上皇ご夫妻からの懸念をこのライトさんが伝えられたどういったようなことかというとイギリス王子とその平成時代の天皇皇后両陛下の関係があまりよろしくないのでないはないかそれに関して懸念をしているといったような内容なんですねじゃあといったことで皆さんどういうふうに思いますかねこのライト氏宛に えーえー、この沼田、ねえー、沼田貞明さん、えー、当時のですね旧イギリスの、えー、講師の方が、えー、ライトさんが伝えられたっていうことなんですけどもじゃあこれを言わせたのが誰なんですかっていうようなことを私はやっぱり思っちゃうんですね見ていこうかなみたいなねあくまで私の想像ですよ、まあ、そういったようなことをちょっと、ね、思わざるを得ないといったようなことです。 で、具体的にね、このライトさん、どういったことを言ってるかというと、その部分だけちょっと本文をね、そのまま読みさせてもらいますけれども、えー、ご夫妻には、すなわちですね、その当時の天皇、平成天皇皇后両陛下においては、例えばですが、えー、三笠宮家だとか常陸宮家のような長年にわたる個人的なつながりという、確固たるね、えー、基盤に欠けていたというような説明があったんですね。 で、えー、さらに、それに加えて、当時の皇太子殿下、今現在の近上陛下や、まあ、江宮殿下がですね、まあ、確かにそのオックスフォード等に留学をされてましたよね。そういったようなことで、えー、イギリスの王子ともね、えー、まあ、ある程度の、まあ、親睦を得ていた。まあ、それに関して、この平成の天皇皇后両陛下は、えー、その関係が築けていなかった。これに関してね、 だいや,ばいやばいというようなことで、さっき言ったように、この沼田さんというね、当時のこの中イギリスのね、講師の方に、今言ったこのデビッド・ライトさんに言わせたのではないか、みたいなことを私は勝手に考えておりますけどね。まあ、どんな感じでしょうか、ということですね。 ななんんんかねなんととく皆さん想像できると思いません要は今言ったように、えー、今現在の近城陛下がオックスフォード大学にご留学されておりましたでですねチャールズ国王とはね以前から例えば一緒に釣りに行くだとかそういったようなね、えーまあ、年齢的に見てもね、えー、お兄さんと弟みたいなそういったような関係だまあこれもね今現在よく知られておりますけどもそういったようなところで関係ができているにもかかわらず えー、当時の平成、えー、天皇皇后両陛下においては特にエリザベス女王とあまり仲がよろしくなかったのではないかといったようなことでそれに関してねいやそんなことがない、えー、沼田さんこういうふうに言ってよっていうようなことを誰かが言ったのではないでしょうかあくまで想像ですけどねまあ私はそういったようなことを考えちゃいますはいでですね今ねご覧になっていただいているその下にある写真がこれ1998年のね えー、要はイギリスを訪れた時のバッキンガム宮殿での、えー、そのお写真記念写真なわけですねまあこの写真を見る限りにおいてはエリザベス女王と上皇陛下が何か話をされているようにお見受けしますけども果たしてという感じなんですけどもちょっと私もねいろいろ調べましたで、えー、次のページはいこれ <laughs> はいこれがですね えー、実はねこれね当時のねもうだいぶ古いんですけど二十数年前のこれ NHK のね具体的にウェブ上で上がっているようなニュースがあったので、まあ、そこに写真等がありましたのでねそれをちょっとね引用させてもらいましたけどもこれね、えーまあ、当時の、ね、平成天皇が具体的に何かねその話をされているわけですね。でこの時もね実際まだ1998年ではあったんですけども。 例えば、その沿道で馬車に乗られているエリザベス女王と上皇陛下、今現在のね上皇陛下に対して、まあこの両国のこの小旗を振ってね歓迎されている方もかなりいたんですけども、中にはですね、その要は戦争の頃ろを、ね、思い出して、あまりねよろしくないようなバッシングをしていたようなイギリス国民もいたわけですね。そういったようなまだ状況だったわけです。でそれに対してね えー、この、まあ、上皇陛下がね、えー、この1998年当時に書簡を読,め読んでいたんですけど私がちょっと注目したのはこの隣にいるですねエリザベス女王なんですけどもまあこのね書簡を見ているんでしょうけどもまあねこれ動画なんかも上がってるんで、えー、私のね、えー、この 実際の動画に関しては、えー、このね、概要欄にね、その NHK のニュース貼っときますので、後からご覧になっていただければ、まあ、短い動画ですけれども、ご覧になることができます。それを見る限りにおいてもね、どうもね、この女王の表情がね、笑顔がないんですよね。要は明るくないんですよね。せっかくもその海外から、まあね、えー 当時のね、日本の天皇皇后両陛下がイギリスにお越しになったであればですね、普通、笑顔が溢れていてもおかしくないんですけども、まあ先ほどのね、反戦のそのね、えーまあ、バッシングを浴びせていたような人の影響もあるかもしれませんが、えー、女王に至ってはなんかね、笑顔が見られないんですよ。こういったようなことからもね、先ほど、 言ったように今回ね暴露されたようなその秘密の書簡かなんかね、えー、秘密解除されましたといったようなことを見てもやっぱり当時からですね、まあ、特に美手子様あたりがね、えー、何々他の皇族の方たちはイギリスの王室とは非常に仲がいいんだけどなんで私には笑顔を出してくれないのみたいなことで、えー、さっき言ったようにね当時の沼田公式から。 このデビッド・ライト氏宛にそんなことを言わせたのではないかと私は勝手に考えております。といったようなね今ご覧になっていただいているのはその NHK のニュースで出されていたような話なわけですね。はいということでちょっとねまた変えますけども。 はい。ということで、今回の話に関しては、その17日日曜日の朝に、ちょっとさらっとね、出てきたような共同通信のニュースだったんですけど、よくよく読み解いて、ちょっと深掘りというかね、深く考えていくと、私が今回申し上げたことがあるのではないか。まあ、そういったようなね、ことがイギリスの王室に関してはよくわかってんじゃないの。故にですね、例えば昨年のそのイギリスのね、チャールズ国王の戴冠式ですよ。あの時もね、 えー、なぜ A ヌミアご夫妻がね行かれるのかっていうことで日本でもいろいろ物議を醸しておりましたけどもイギリスからは実際にね、えー、正式な招待ということで天皇皇后両陛下に是非お越しになってくださいといったことが伝えられておりましたよねなのになぜ A ヌミアご夫妻なんですかといったようなことを見てもやっぱりイギリスサイドとしてはねどうもねこのね えー、今現在の上皇ご夫妻そしてね A の宮ご夫妻に関してはあまりよろしくないような印象が持っているそれがなんとなくまた分かっちゃったといったような感じだと思いますはいえー、ちょっと私のねあくまでも想像的なね動画にはなってしまいましたけどもちょあのこのね共同ニュースをねちょっとね深く読んでいくとそういったようなことも垣間見えたので先ほどの NHK のねニュースなんかも紹介させてもらった次第です。 皆さんまたどのように思いますかねということです。ありがとうございました。それでは、バイバイ。